きた。やってみろ。してみろ。あ、わかってる。待ってこいよ。どうするかね。なめんなよ。Excuse me. Can you tell me how to get to the station? Hot. Nanda. Can you tell me how to get to the station? Ho ho. Eigo ka. Don't worry. Jigau.英語も話せないなんて勉強が足りないね。Can you tell me how to get to the station? Go! Straight! And turn right! Go, go, go! Go your way! Believe yourself! Oh, all right, thank you. You are welcome! English 資格検定の。ああ、ありがとう。例には及びませんよ。グローバル。今は世界を股にかけて活動するのが当たり前。僕もそん学校。そう、僕はこの学校にずっと通っていてね。50? マジか。それはいけない。今は個の力が重視される時代。資格を取って人間。そうだ。体験。ああ。この学校では今初回講習無料で人間力を磨ける。まあ確かに。なら善は急げだ。ついてきなさい。皆さん。ああへえ、ここが資格学校か。こういうところ初めて。ここは資格学校業界の。さ、こちらが。どうも宮越さん、今日も素敵で。あ、そちらの方は。あ、この人ですか。あ、この人はその。僕が、この僕怒りが勧誘したんですよ。なるほどね。この子の気を引きたいがために。そうなんですか。ご紹介ありがとうございます。いやーなーに、宮越さんの。私、本校受付の宮越と申します。よろしくお願いしますね。ねえ、俺は春日さんですね。
それでは。耳の穴かっぽじってよく聞くんだぞ。宮越さんがせっかく説明してくれるんだから。うるせえな。当校は就職から趣味に至るまで資格試験の合格率は業界ナンバーワン。覚悟を決めたら大海原をスローガンに。ほう、合格率に。ありがとうございます。ただ我々大切なのは、資格取得をする中でいかにその人自身を見、いくら資格がたくさん取れたとしても。いいこと言う。お前ちょっと、まあでもなんとなく分かった。俺も資格が欲しい。ありがとうございます。ご準備ができましたら私にお声掛けください。分かった。春日さん、無料体験を。なあ、頼むぜ。それではご案内。どの資格を受験しますか？こちらの資格でよろしいですか？こちらの。頑張ってくださいね。お疲れ様でした。初めてにしては上出来じゃないかな。いちいちうる。やってみていかがでしたか？勉強なんてほとんどしたことねえ。身になるっていうか自分。それは良かったです。人としての成長。もしよろしければ、うちは入学は無料。申し込まなければ料金はかからない。とりあえず入学しといて損はないわけだから、入学した方がいい。たく、分かったよ。俺も人間。ありがとうございます。一緒に人間。受けたいコースがありましたら。分かった。だがいろんなコース。あ、そうですよ。それなら資格取得数50を超える資格。お前が。わあ、イカリさんにサポートしていただけるんでしたら本当に助け。もちろん、宮越さんが喜ぶ顔が見れるんでしたら、もじゃもじゃ頭のおっさんのサポートの一つや二つ。下心丸出しだ。ですがイカリさんは資格に関しては下手な職員よりも詳しいので、すごく頼。ちょっとね。任せてくれたまえ。僕がやさ。はい。ご用件は。新しい資格にチャレンジできるようになりましたよ。
いらしてくださいね。いや。マジか。マジか。わかった。ボコボコにしてやるぜ。やってこい。ぜーっ、ガー、俺の番ね。とっておき、見てろよ。なんだ、俺の番だな。見せてやるよ。行くぞ。俺の番か。行くぜ。なめんなよ。とっておき、見てろよ。やってみろ。いや、見かんだぜ。文句あるのか。雑魚じゃねえ。なめんなよ。
強くなった気がするぜ。
行けるじゃねえか。いらっしゃいませ。いただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いらっしゃいませ。ございました。よろしくお願いします。おい、何もらったんだ。さあ、風俗かなんかのチラシだろう。おいおい、これ先着1名様無料。ああ、そんな都合のいいもんあるわけねえだろ。そんなの呼んでみねえ。ソープで生まれた俺が言って。お前がむしろ言ってる間に業界だって変化して。お、先着1名だぜ。善は急げだ。もしもし、あの先着1名無料って。はい、おめでとうございます。お客様が1名。よっしゃ。はい、ではお客様。おお、名前は足立だ。ま、治安の悪い場所ですからね。一番人気よ。うちの良さを味わってほしいですから。ええ、向かわせるってここに。
どうだったんだい？いや、聞いて驚け。本当？本当だ。最近の風俗はす。おまた。ん？いやあ。ゴー！うわ！アダチ様。そうだけどよ。お待たせしました。デリバリーヘルプ。デリバリーヘルプ？なんなん。喧嘩の日。おい。てめえらさっきから騒がしいんだよ。ちょうどいいところにおため。なんだかわからねえが、行くぞ春日。負けねえぞ。よし、行くぞ。やってみろ。やってやるぞ。誰を呼ぶか。こいつに決めた。デリバリーよろしく。即死と副上司。この海はサービススタートね。ウィキーネ、ヒダリーネ、フィニッシュネ。またのご利用お待ちしてます。うん、立つな。なんだこれ。さて、とどめです。即死と服。コーラにて無料キャンペーンは終了です。次。おそれでは一体何だったんだ。さあね。はあ、デリバリーヘルプか。開けてみるか。開いたぜ。よこし。あ、なんだ。いいからその粉ミルクをよこせって言ってんだよ。痛い目。勘弁してください。なちこと知らねえよ。また買えばいいだろ。そんな無茶苦茶な。ヤクチンピラが粉ミルクを担ぐ。事情がよくわからんが、カツアゲされてる方は確かだね。おい、事情はわかんねえけどよ。え、なんだてめえ。なんじゃねえ。急いでる時に通りすがりが。すぐ倒れんじゃねえぞ。俺の番だな。見せてやるよ。大丈夫ってか。
おう。はい。ありがとうございます。ん？ええ。それでは。いらっしゃいませ。ありがとうございました。何か文句でも。やるかもしれず。おい、来た。してみろ。かかってきなよ。やめるな。やるか。見てろよ。よし、行くぞ。とっておきだ。やんのか。どうしよう。行くぜ。やろう。やろう。くらえ。くらえ。俺の番だな。強くなっちまったか。入居費用500万円？そんで毎月50万も払うってか。
いくらソープ場に転職したからって簡単に払える額じゃねえぞ。これで驚くのは早いぞ。入居費2000万月額100万なんだこれ。いわゆるビップ。まさか菜の葉はこのエコ。さすがに。いや、菜の葉なら。菜の葉にとって親父さん大企業に就職したのもそこをやめ、すべては男で親父さんが最後を過ごす場所高い施設に入れたと。菜の葉のやつ。店長、彼女のことが純粋に心配で俺。ああ、店で起きたっても外で何かあってもうちの店はわけ。あの子たちにいつ何が。だから長く休むやつがいると。あんた口が悪いもんで誤解しちまったよ。菜の葉の裏引き相手はもう。彼女は親父さんのために危険を冒してでも邪魔する権利はない。俺は。おそらく彼女は裏引き。え、今日見た彼女は髪の毛もボサボサで店長に電話してきた通り。見た感じだと新郎。理由。親父さんの保証人は間違いなく菜の葉だ。その菜の葉が親父さんに合わせても今日だって施設の人間に。今日の200万は入居費用。おそらく施設は親父さんに合わせないつもり。本当ありえねえ話じゃねえな。今や5人に1人以上がこう。そこを狙う悪質。一見クリーンそうに見える。どんな裏がある。きっとこうじゃねえか。入居費用は分割支払いでいいと言ってまずは親父さん。ところが蓋を開けてみると全額支払い終えなければ。なんでそんなこと。そうすりゃ無理してでも早く払い終え。結果施設としては迅速。まさか。いや、悪どい。じゃあ菜の葉はそれが。ええ、このままだと。そしてこれからますますし。じゃああの子が親父さんに会え。ずっと先だな。もっとひどいこと。どんな契約をあの施設としたのか。親父さんも追い出されて金も返金され。なんてこった。パンフレットが立派なら中が。施設としてはケアの手間と金が省ける。結局のとこ施設にはメリット。その読みが当たってるや。と、頼む。店長さん、俺たちだってだけど娘さん。おまけにセキュリティも厳しくて。いや、あん中に。え、店長、この店。え、少しの間俺たちバイトで潜入するってわけ。そんなに簡単に雇って。ハローワークの神戸所長に頼む。よし、神戸には俺からどうにか菜の葉の親父さんを救い出して。すまねえ。わかりました。Yeah.
くそ。あ、そう。へえ。お兄さん、あなた見ない顔ね。新入りなの？ええ、派遣できた難波って言います。あら、そう。お医者さんなの。偉いわね。いや、介護の助手だ。まあ、弁護士さん。ところで、おば、この施設に向田さんって、あの一人娘のいるおじいさんなんだが。そういえば。もうとっくに。ここでそっちは何か分かったか？いや、今のとこ菜の葉の。それにしても介護士の数だって足りてるし、医療機器だって。警備の方もだ。セキュこら新人、便器に自分の顔が映るまでほら次。なんで俺だけ便所掃除なんだよ。仕方ねえだろ。おまで親父さんは見、いや、どこにもいねえ。朝から便器しか見てねえよ。もしかしたら親父さんは、ま、例のバカ高いビエクセレントはありえ。聞いたとこによると、契約希望者は何度も施設面接。詳しくは知らねえが、家が入居してんのは財界の、たとえ金があったところで。なの、お前らエクセレントルーム確認したくても。エクセレントの入居者は介護から警備まで全てエクセレントルームはどこに。最上階だ。だけど社員こら新人。はーい、今行きま。お疲れさん。トイレ掃除だけで丸一日かかるなんて。すげえか。そりゃこれだけの大きな施設だからね。ま、明日からは。まだ最初。ああ、7階はエクセレント。俺、さっきの便所。何や。先に降り出てください。俺、後から追いかけます。仕方ない。怖がらなくても大丈夫だよ、おばあちゃん。それじゃ、おやすみなさい。
な。待った。なんだって？300万。お。そうか。くそ。待った。そうだ。わかった。Ugh.